はい、こんにちは、刑事課です。今日はダイワのピーナッツ DR の動きを検証していきます。このピーナッツ DR ですけど、ボディサイズは5センチ、重さは 9.5g、 先行深度は約 1.5 メートルです。少し潜るタイプのフラグです。個人的になんですけど、このカラーですね、グリーンバック、チャートベリーって感じかな。チャートベリーもちょっと黄色みがかってるって感じですね。このカラーがね、好きなんですよ。このカラー結構釣れました。おすすめカラーです。ということで早速動きを見ていきましょう。はい、ピーナッツ DR の動きですけど、非常にシンプル、横に振るだけみたいな。ロールはもう少しですよね。本当にノーマンよりロール入ってないと思います。でキビキビしてますね。動きはキビキビ横に振る。動きの大きさとしてはタイトめの、まあ、普通だと思いますね。普通のボブリングって感じ。横に振る。ほんとロールないですね。目の位置がなんかちょっと動くぐらいですね。これがね、釣れるんですよ。ルアーを作ってると思うのは、こういうのってあんまりおしゃれじゃないですよね。もっとこう、特徴的な動きにしたいと思うからなのかもしれないけど、ルアービルダーの方ってこういうのあんまり作んないです。ちょっとね、なんか普通みたいな。まあ、釣れるんだけど、もうちょっと変わったの作りたいな、みたいな。ビルダーのこう欲みたいなのが出るんで、こういうの作んないです。でもこういうの釣れるんですよ。結構シンプルなこうウェイクとかね、横に振る動きって釣れるんですよね。うん、ただ、正直僕は障害物のかわし方を考えたときに、この横に振る動きってあんまりうまくかわさない感じがする。あんまりかわさない気がするんで、その辺は注意して動かしてもらうといいと思いますね。障害物だったら竿を止めて、ゴリゴリ巻いてくると結構根がかる感じがします。バンバンかわさないっていうか、その辺は注意して使っていただきたいって感じですね。でもまあ釣れますよ、このシンプルなのって。意外と探すとないっていう、これシンプルなのダサいって言うとおかしいですけど、普通だなみたいな、もうちょっと変わったの作りなよみたいなこと言われるのか分かんないですけど、こういうのはなかなかないんですね。この辺も結構ピーナッツの特徴というか、貴重なルアーかなと思います。ピーナッツ DR に限らず、ピーナッツシリーズは、まあ、全国どこでも手に入るので安いですしね、気軽に購入して使っていただきたいと思います。ということで今日はピーナッツ DR の動きの検証でした。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。今後も手近流の釣り方をお伝えしていこうと思うので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。